もうなんか大人もさ、もうなんかどうしようって、うん、パニックになるね。なるよね。もうなんかさ、どこから手をつけていいのか分かんなくなっちゃって。私はね、とりあえず、うん、服がめちゃくちゃ汚れてるから、うん、入った子供を車から降ろして、うん、着替えさせて、うん、ちょっとね、ママの足元とかにいてもらって、うん、その間に急いでビニール袋をね、うん、もう手袋代わりにはめ、うん、はめて、もう嘔吐物をかき集めて、うんうん、シュッてすると、ね、よっぽ物が中に入る、うん、で、そのまま口を縛ってまず、うん、あの除菌できるウェットティッシュ、うんが大体いつも車に乗せてあるから、うん、それでも一生懸命叩き拭きして、うん、ちょっとでも匂いとか汚れがね取れたらいいなと思ってやって、うん、ああそうなんだね、うん、で最後はもうね、あの衣類とかの除菌スプレーをもうすごい量ですね、うん、なんか時間がね早い方が匂いがつきにくいらしいよ。あ、そうなんだ、うん、すぐにあの処理できない時とか、あの汚物の処理をした後、うんうん、はちょっと匂いがこもったりとかするよね。そう、 そういう場合は家に帰ってから、うんうん、あの室内用の除湿機、うん、あれをかけてあげるとだいぶ匂いがマシになった。あ、そうなんだ、うん、除湿機なの。除湿機、空気清浄機じゃん。うん、除湿機知らなかった。そうなんだよ、うんうん、でもあとはもうどうしてもひどい時は重曹かな。あー、巻いて、うん、巻いてちょっと放置して掃除機をかける。あー、それなんか聞いたことある、うん、そうすると匂いがすごくあの取れるみたいだよ。あ、そうなんだね、うん、じゃあそれもね試してみるといいかも。うん、うんうん。